はい、ということで、前回はね、キットのレベルをなんと17までだいぶ上げたね。これだったらもう新しいダンジョンでも対等に戦えるんじゃないかと思ってるんですけど、いやー皆さんお待たせしました。やっとね、ついにこれでネイティオの待つ大いなる峡谷へ向かい、そしてなぜ俺がポケモンになってしまったのか、その秘密を暴きに行きたいと思っております。しかしその前に人々に聞き込みを。いつ行くんだ俺は一体。聞き込みは捜査の基本だからな。わたっこ楽しそうだな今日も。ただ生きてるだけで楽しそうだお前たちって。ダーティングさんが無事でよかったです。あ、ダーティングの話、レモンさんたちすごいです。サンダーに勝つなんてもう驚きです。でしょ、まさかね。まあ俺はまあ石投げてただけだけど。石も戦略のうち。ネイティオ知らないな、そんなポケモンがいるのか。あ、そうな、ネイティオはそんな顔が知られてる感じ。おい、逃げるな、またすごい。いや驚きましたよ、あなたたち意外と勇気あるんですね。見直しましたよ。俺たちは何だと思ってるんだろうな。ゴールドランクの救助隊だぞ俺たちは。なあブルー、この間も言ったよな、掲示板の救助って実は一度にいくつもの救助をこなす方法があるって知ってた。はい、知ってたよ。なんだ知ってるの。じゃあいや、なんかごめんってなんかごめんって、こういう時にえ、そうなんですかって言えるかどうかが上司に気に入られる、部下のになれるかどうか。わかるかい、わかるか諸君。依頼リストの中で同じダンジョンのものを選べば一気に救助できるんだ。例えば同じダンジョンの救助で5回と10回の依頼があったとすれば、その時この2つの依頼を受けて実行にして、ああドヤ顔で語っちゃって、ブルーブルー、ドライバーで語っちゃって恥ずかしくないのか。そしてまず5回で救助した後、帰らずにそのまま10回にも行って救助すれば、そうだよねね、こうすれば効率よく救助がこなせるでしょ。マジっすかっつって、でこれフーディンから聞いたんだ、受け売りだから誰にも言わないでね。マジっすかっつって、すごいっすって言えるかどうかだぞ諸君。今のうちに覚えとけ処世術、レオモン先生の教える処世術。はい、トランセル君、次は何して遊ぶ。技ごっこがいいです。下手したら死にかねんぞ。じゃあ僕糸を吐く。じゃあ僕硬くなる。あははは、なんて平和なんだなんて平和なんだ。糸を吐くと硬くなるのは技ごっこ。あははは、あははは、なんじゃこいつら、なんじゃこいつら、一生終わらぬ戦い繰り広げているな。え、じいちゃん、子供たちの遊ぶ姿を見るのが何よりの楽しみなんです。じゃそうだな、平和だな、めちゃくちゃ平和だ。じゃあもう早速いっちゃっていいですか皆さん早速っつって、かっこパート2今日、よし行くぜ大いなる峡谷へ。よし行くぜ大いなる峡谷へ。明日行くんだ、おーワクワクするね。うわ絶対強いの出てくるだろこれ。ここが大いなる峡谷か、なんじゃこの音楽、ほんと音楽毎回ワクワクするな。うわー、ここの頂上が精霊の丘と呼ばれてるんだ。フーディンによると精霊の丘は13階にあるらしい。結構高いね。ネイティオはそこにいる。レオモン頑張ろうね。よーしよーし、めっちゃワクワクする、やばい。よし、キット早っ、道具もう拾ってきた。キット手癖が悪いな、何拾ってきたんだい。キットキットが拾ってきたものは、あ、めっちゃいいこの音楽。ゴエモンしてえな。強さを見る。あ、オレンのみ拾ってきた、まあそのまま持っとけや。よし、じゃあ行くか。待って、キットのあれ変えないと作戦やばい。今までで一番好きかもしれんこの音楽。あ、階段がある階段があるな、行っちゃおっか。1階と2階とそんな変わらんしな、出てくるポケモンとかね。さあ行こう、行くぞ。あ、ノコッチだ。おお、仲間にしたいカラーリング、仲間にしたいカラーリングだな。これ一発で殴っていけるかな。あ、念力になってるな。あ、でもそうね、ボスいるし、多分ね、引っかくの方が俺強いから、パワーバンダルとかあるし。ここは道中は念力でやっていこうかな。てかボスいるのかな、てかネイティオと戦わないか、さすがに戦わないよな。なんだあれ、あ、なんだっけ、なんだっけ、ポポッコみたいな、なんだっけこいつ名前、ポポッコだ。でもやっぱ一発は死なないね、47とか食らっても倒せないわ。よし、ナイスピカイチ。
よし行こう。ちょっとキットもそうだ、3匹いるからね、うまく使っていかないと。よし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 、やばい、ちょっとマジで音楽がいいわ、テンション上がるな。ほい、ゴマゾウだ、ゴマゾウ、ゴマゾウ好きなんだよな、可愛いよな。てか254ポケモン、おい、ドー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 出てきたね。追い打ち、ドードーはカウンターを狙っているんだって。これやばいから、殴ったらやばいから、殴ってみよう興味本位で殴られる、あ、大丈夫だ、よしよしよし、いいぞ、ピカイチ叩きつける強いよ、さあ行こう。ゴマゾウに会いてえな、ここリンゴ落ちてるっぽいし、歩いた、あ、ゴマゾウめっちゃ可愛いゴマゾウ倒したくなくなっちゃうね、あまりの可愛さに。へい、ゴマゾウ、あれなんで俺ゴマゾウを探して歩いてるんだ。あ、ピカイチがはぐれてしまった。よし、ここは二人で頑張ってみようぜ。うっ、かなりダメージでかいぞ。大丈夫か、殴れ、いけな、あぶねえ、俺に攻撃してくれた。いけるか、よいしょ、オッケー。あ、お金持ってない、このゴマゾウ別のゴマゾウだ。あ、ちょっとピカイチがやばい、めっちゃ離れてる、降りちゃうわ。おい、階段近えな、どんどん行っちゃおう。13階って言ってたから結構ね高いもんね。うわー、キノガッサやべえあ、なんかキノガッサ踊ってるみたいに見えないトゥールルルトゥトゥつって踊ってるな、これかわいい石投げよおれ、よし、あ、ピーピーマックス取られた。ちょっとね怖いんだよな正直。あ、ナイス70 強すぎる、うちのキット強すぎる。うわー、ラフレシアだってよ、強そうじゃない。はい、一回殴ら大丈夫かな。ほいほい、アロマセラピー、なに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 、なんか起きた、ラフレシアが、なにそれなにそれ、おい近づいてこい、来た、電力、ほら毒入ってんだろお前、いけるかなこれ、ほら、よーし、いいね。あ、後ろからドードー来てんな。はいはい、こうすればいいのか、これで3人で殴れるのか。ほらで、トントンと、よーし、だいたい2匹で終わっちゃうんだけど、きっとレベル上がったね、いいね。きっとちょっと HP がな、心もとないからな。あれ HP なんか結構食らってるな、回復してあげたいね、ちょっと回復するか。よし行こう、さあさあ、なんだあれ、あっ、ノクタスだ、怖っ怖っ。これ究極これってさ、まあ、ここまですることないんだろうけどさ、これでその場で待機とかにして、これこっちに行ったらこういう状態になって、もう袋叩きになるのか。はい、こういうことになるんだな。この状態をなんか一緒にいてねえじゃ作れねえのかな。おらおらおらかわいそうかわいそう、ヤンキーみたいな見た目してめっちゃいじめられてたな。いや本当にこのゲームは新しいポケモンが出ると嬉しいな。闇カラス、闇カラスだ、ほんと鳥ポケモン好きだわ。闇カラスおいで、ほらおいでおいで、仲間になるか、いて、あ、そうか、水辺の時は斜め攻撃できるってコメントあったな。ほら、あ、効果ないのか、そうかそうか。そしてかもうピカイチ出そう、ピカイチ出して追い打ち、怖い怖い怖い、こいつ殴ってピカイチがいった、おお、これがカウンターか、俺結構食らったね、やばいな、回復したいですね、ちょっと回復しよう、足踏み足踏み、はい、ノクタス倒して、きっと殴るな、いかん、わ、いかんって、やめーやこいつマジで。ちょっと待って、きっとやばいな、きっと相当やばい、どうしよう、石でいける、はい、いけない、ピカイチ、ピカイチマジ、ピカイチが仲間に俺の身投げたりすることもあるんだ、すごい、今のめっちゃいいじゃん、友情を感じたわ、やばい、ちょっと興奮するな、へえ、
そんなんあるんだね、知らなかった。ちょっと持たしとこう、俺の見え持たす。てか、きっと自分でも持ってたんだけどな。よいしょ。うわ、ちょっと感動、今のいいの見れたな。へえ、楽しい。はぁ、楽しいな。フレシアちゃんがいますね。よいしょ。石死ぬほどあんだよね。いやーい、おれ、さあ降りていこう。やっと半分ってところかい。まだまだあるね。あ、階段ある。あ、リンゴ、嬉しい。よいしょ。お、進化した。夜の月になってる。マジか。ほら、うわヘラクロスもいる。怖っ。はい、急所怖いわ。石投げとこ。よいしょ、効果抜群。ほら、あ、かわした。もう使っちゃう、念力どんどん。やっぱ一発で倒せないよな。痛い。大したことない。あ、来た、きっとレベル19。追いつきそうじゃん、もはや。これ超えることあんじゃねえの、もしかしたら。めっちゃレベル上がりやすいから。いやー、いやいや、スペシャルリボンだって。夜のずくがスペシャルリボン拾った。くれ、逃がさないぞ夜のずく。あ、夜のずくいた。はいはい、スペシャルリボンくれ。やったー。これなんだ、スペシャルリボン、すごそう。スペシャルっていうぐらいだからやばいんじゃないの。3つ目、持ってるポケモン特攻が上がる。そうでもなかった。あ、でも特攻か。あ、普通にめっちゃいいじゃん。どうすかな。あー、でもピカイチにオレンの実を持たせておくといいことが判明したからな。念力とかですよね。まあ、これピカイチに渡せば電気ショックめっちゃ強くなるよな。一応渡しとくか。よし、じゃあ階段行こうかな。よし、8階だ。まだ、でもまだまだあるぞ。うわー、リアドスだ強そう。アリアドスいるじゃないですか。ちょっとこっちの方がキットが危ないから殴っておいて、もう一回投げて、これでキット一発で倒せるとは思うんだけどな。俺は尻尾振って引っかいて、ピカイチが夜の月に攻撃で倒せて、キットも殴って、うっ、やめろ、危ねえ。外したか。よいしょ。あ、怖っ。ナイス。あー、レベルが上がった油断してた、完全に油断してた今。よし、ピカイチ、ピカイチどこ行くの、ピカイチ、ピカイチピカイチ、ピカイチ。まああいつ強いから心配はいらないけど、ピカイチ、もう行くぞ俺。じゃあもう何よ、何なのよ。え、あ、おざましいんだ、目ざっぱ、目ざっぱ。目覚めるパワー見つけた。3つ目、目覚めるパワーを覚える。敵ポケモンにダメージを与える。あ、ダンジョンに入るごとに変わるんだ。覚えた時ランダムじゃなくて。へえ、いいね。ちょっと使いどころ難しそうだな。あ、来た、すげえ、一気に20だ。きっと HP が、あ、でも40いったね、やっと。防御も低いからな、ちょっと怖いんだよね。うーわ、どうしよう。俺は石で戦うから。こいつ石避けるね。お、砂掛けは当たるね。よいしょ、強えなこいつ。ナイス、ヘラクロス強え、強え。あー、来た、階段。よーし、10階だー。あと3個。うーわー、き
ケンタロスいるんだけど。マジ？絶対強いっしょ。もう俺が受けるしかない。でも大丈夫。でも大丈夫。よいしょ。ヘルガーが。ヘルガーがチラ見しているんだが。ちょっと待って、怖っ。ピカイチ殴り。で、俺もう殴って、オッケー。あ、ナイスピカイチ。入れ替わらんよ。パワーバンだなぁ。いいね。PP やべえな。いった。殴っ。うわ、怖っ。よし。殴っても経験値めっちゃもらえるしな。まあ、防御力の心配はない。お、階段が近い。心配ないんで。こうして。ああどん底になっちゃった。トン。これでトン、トン、よし、ナイス。ピカイチ、ほんとパンチ力やべえな。よしよしよし、あと1回だ。ラストだ。うわ、なんかすごい金色グミ、絶対やばい。これすごいぞ。これ多分全能力30ぐらい上がるんじゃないか。金色グミ、あ、階段あった。どうしようかな、ちょっと冒険しよう。ここに来て金色グミを見て何かあるんじゃないかと。もしかしたらこんなもんかな。ちゃうか。よーし、来た。降ります。はあ、やっと頂上に着いたんだよ。もう敵が怖えや。敵がここが精霊の丘か。あ、あそこにいたねえ。あ、ちょっと待って。このなんか夕日、見覚えのある感じ。レオモン、あそこにいるの姉ちゃんじゃないかな。そうだろうな。もしもし。あなた、もしかして姉ちゃんさんですか。あ、仕方ぶっこいてるけど。もしもし。もしもしって。昭和の人間か、ピカイチ。京都なのかな。もしもし。煽ってるみたいになってっから。姉ちゃん、今、瞑想中だから待って。ピカイチ。もしもーし、怒られる、切られるぞピカイチ。四方八方から。ダメだ、全然反応がない。立ったまま寝てるのかな。ニートをバカにするな。くすぐってみる、攻撃してみる。くすぐってみよう。いけいけ。ちょっと引かれたんだけど。いや、攻撃よりマシじゃない。ちょっと引いてっけどピカイチ。くすぐってみる。こちょ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 。おー、姉ちゃん、いつまで耐えられるかな、ピカイチのくすぐり攻撃に。こちょ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 。同じ行数で対抗してくる。ぜえぜえ。強いな、ネイティオ。こんだけくすぐってもダメだなんて。脇腹を、ぐっ、こらえきれない。ぐっ、ぐっ、ぐっ、あ、笑い方気持ち悪い。ネイティオ。ネイティオ。今頃笑い出したよ。あ、ちょっとあれだね、神経がそう鈍いんでしょうね。くわー、え、やばい、怒ったんじゃない。これでバトルになる。太陽が沈んでいく、いかにも。なんだよ、だいたい毎日沈むんだ。私はネイティオ。私の正体を見抜くとは。見たらわかんだろ、お前たちただものではないな。金銀世代なんだこっちは。正体ってそんな大げさな。いや、私にはわかる。そこのお前、お前はただのポケモンではない。そういうことだ、姉ちゃん。それをお前に聞きに来た。お前は人間だな。その通り。さすが姉ちゃん、パッと見ですぐわかるもんな。なんでわかるの。名 BGM 感があるこの音楽。私は一日中太陽を見つめることであらゆるものが見えるのだ。過去も未来もな。そうなん。ちょ、俺も一日中太陽見ようかな。ちょっと毎日ずっと防音室にこもってるから。だったら教えて、ネイティオ。隣にいるのレオモンって言うんだけど、気がついたらポケモンになっちゃったんだ。本当本当、俺名前のせいでわけわかんないことになってる。しかも人間の時の記憶もないんだ。それな、それだよ、それそれ。ネイティオだったら何かわかるでしょ。てか夢に出てきたサーナイトとかこととかさ、全く出てこない。あの後、最近よく起きている地震、自然災害、それは世界のバランスが崩れたため起こっている。そしてお前がポケモンになってしまったのもそれと大きく関わっている。
やっぱり関わっていたのか。レオモンがポケモンになったのと自然災害が大きく関わっている。だって急にテンション上がったな。それどういうこと？レオモンと災害がどう関係してるの？え、俺のせいで災害が起こってるみたいな、やめてな。やめてや。何なの？なんで黙っちゃうの？教えてよね。推しが強い。そうやるより、私は恐れているのだ。崩れたバランスを早く元に戻さないと。確かにな。だって地割れが起きるレベルの地震がさ、頻繁に起きてんでしょ。世界がとんでもないことになるだって。私自身そんな未来が毎日見えてしまい、それに怯えているのだ。てかネイティは未来が見えるって今言ったもんな。そういうことだよな。ネイティ怖いのだ。私は世界が壊れるのか。なんとかしないと。ピカイチ、おい、キキ驚いた。まずいぞ。あのレオモンってやつ人間だったのか。聞かれた。そうか、こいつは知らなかったもんな。いいこと聞いたぜ。面白くなってきたな。キキやめろよ。黒板に書かれる。朝学校に行ったらあいつ人間らしいぜっつっていじめられるんだ明日から。最悪だ。セーブ。あ、ボスいなかったね。はあ、次の朝。結局なんか俺がポケモンになった理由とかわからなかったな。でも俺が自然災害に関係しているとかいうことが分かったけど、ピカイチ。おはようレオモン、今日も頑張っていこうと行きたいところだけどさ、昨日のネイティの話どう思う？気になるよね。いや気になるよ。普通にやっぱりそうだよね。レオモンも気になるよね。世界のバランスが崩れたのとレオモンがポケモンになったのは関係があるって話だし、それな。しかもそのせいで災害が起こってるってことだし、もう絶対ギンガーがなんかよからぬこと言うわ。何よりこのまま放っておくと世界が壊れちゃうって言ってたもんね。なんとかしたいけど、でもちょっと分かんないことがね。世界のバランスってなんだろう。確かに、いや知らない知らない。世界のバランスってなんだよ。そっか、やっぱりそうだよね。分からない。人間の世界とポケモンの世界、そのバランスが崩れておかしくなっていくみたいな話かな。世界のバランスなんて見当もつかないし、正直どうしたらいいか分かんないよ。まあ僕たちは僕たちでやれることをやっていくしかないか。そうだな、ピカイチ。今日も救助を頑張ろう。救助を頑張っていればいつしかなんとかなるのだろうか。分からないが。あ、何？あれ？あそこで何か話してるよ。ハスブレロたち、ちょっとびっくりだな。伝説だとばかり思ってたけどね。何がだ？でも本当ですかね？私ちょっと信じられないんですけど。どうした？どうしたの？いやな、球根伝説ってあるだろ、昔話の。何それ何それ、気になる。紙芝居で見せてくれ。球根伝説？何それ。あ、ピカイチ知らない、知らないんだ。なんだ知らないのか。球根の尻尾を触ったやつがたたりをかけられるという昔話だよ。ずっと伝説だとばかり思われてたんだけど、この人実は本当にあったんじゃないか。ああ、誰かが球根の尻尾を触ったことで世界のバランスが崩れてるんじゃなかった話。まああくまで噂ですから、話半分で信じた方がいいですよ。ちなみに私は噂なんか信じません。球根の伝説を詳しく聞きたかったらよ、ナマズンでポケモンがよく知ってるから尋ねるといいぜ。ナマズンはほらあそこの池にいるぜ。いるな。話が聞きたければ尋ねるといいぜ。だって僕伝説だったばかり思ってたよ。ナマズンはこっから北へ行ったところの池にいる。話が聞いたけど尋ねるといいぜ。何？球根伝説、それが原因になっているのか。そのおとぎ話みたいな。なあキャタピーちゃんどう思う？ナマズンさんから昔話を聞いたです。楽しかったです。のんきだな子供は。面白かったです。昔話、ナマズンなんて物知りですよね。でもこれが現実になっているかもしれないんだぞ。ナマズン教えてくれ。ほほほ、わしの昔話を聞きたいか。何、球根伝説を聞きたいのか。聞きたい。ほほほ、よかろう。では話すぞい。昔々、キューコンというポケモンがおった。